韓国軍ファントム戦闘機からミサイルを落とす。任務を遂行するために地上滑走中だった空軍の戦闘機からミサイルが分離される事故が発生し、軍当局が調査に乗り出した。なんか以前も落としていた気がするが、ああ落としたのはマンホールにタイヤを落としたんだっけ。まずはファントムなんだが、 F4 ファントムといって韓国空軍の保有するかなり老朽化した戦闘機だ。ところが地上走行中にミサイルを落としたらしい。30日空軍17戦闘飛行団によれば、前日午前10時30分頃、ただし北清原郡にあるこの飛行団の滑走路で地上滑走をしていたファントム機から熱追跡ミサイル1発が分離する事故が発生した。熱追跡ミサイルは落ちた衝撃で一部破損したが、人命被害や追加事故はなかった。熱追跡ミサイル、サイドワインダーか何かだろうか。しかしそれだってミサイルを落としたなんて話は聞いたことがない。17戦機のある関係者は、戦闘機からミサイルが分離すること非常に異例的として、現在空軍の専門家たちが戦闘機の機体欠陥やミサイルに問題があるのか調査していると話した。いやいや、ミサイルは戦闘機から分離するもんだろうに。ただ意図せずに落っことすのが問題なんだな。無事で何よりとしか言いようがないが、落ちたミサイル 2.4km 転がる。ファントム戦闘機から分離落下した短距離空対空ミサイル AIM-9 が地面の上を 2.4km も転がっていたことが分かった。6日空軍関係者は一触即発の瞬間だったとしつつ、しかし空対空ミサイルなので爆発していないと明らかにした。ずいぶん転がったね。なんというか、ファントムが落っことしたミサイルは 2.4km 転がっていたらしい。いや、しかし AIM-9 サイドワインダーが 2.4km も転がって平気だったことにびっくりである。っていうか滑走路を走行中に外れて 2.4km も転がるものだろうか。あれ、羽生えてるよね。本当に転がったのかな。発射しちゃったんじゃないのか。後半へ続く。前半の続き。戦闘機がミサイル誤い韓国空軍に隠蔽疑惑。29日に北朝鮮が再開旧美北方限界線 NLL 付近で砲撃を行った際、緊急発進した韓国空軍の戦闘機がミサイル1発を誤差し、そのミサイルの残骸の一部がおよそ 2.3 キロ先まで飛んでいたことが確認された。韓国空軍は当時ミサイルは単純に滑走路へ落下したと説明していた。このため空軍が意図的に事態を縮小、隠蔽しようとしたのではないかという疑惑が持ち上がっている。あ、誤射なんだ。先月29日午前10時30分頃、多田清北道の空軍基地で離陸中の F4 ファントム戦闘機から AIM-9 空対空ミサイル1発が発射された。このミサイルは滑走路にぶつかってバラバラになったが、このうち推進装置の部分は滑走路から約 2.3 キロ先の地点まで飛んだという。6日に韓国空軍が明らかにした。そして推進装置だけが飛んだって話らしいんだが、なんというかめちゃくちゃだな。 2.4km も転がるはずはないと思ったけど、推進装置だけ飛ぶのもちょっとおかしい。韓国軍は事故発生直後、ミサイルは飛行機から外れて滑走路に落下したとメディアに発表していた。韓国空軍の関係者は、パイロットがミサイルを発射しようとしたわけではなく、回線のショートによる誤作動だった。
問題を矮小化する意図はないと釈明した。いや、矮小化する意図ってそこかよ。反省するポイントは別にあるだろ。回線のショートによる誤動作ってことにしているけど、そっちの方が人為的ミスより質が悪いと思うんだが。だって整備不良でミサイルが飛び出しちゃったって話なんだぜ。一歩間違えば大事故だ。